さんこんにちは、ハラミットフェスです。今日もマックスブラウンにドキュメ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。営業後のユーリンアンさんにお邪魔しておりますけれども、はい、本日はなんとゲストにお越しいただいております。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また来ちゃいましたということで、斉藤直樹先生にまたお越しいただきまして、はい、本日はマックスブラインにドッキリを仕掛けていきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、先生にわざわざ来ていただいて、どんなドッキリを仕掛けていくかというと、こちらの映像をご覧ください。フォトスポットみたいな作るんですか？ラブライブさんのいろんな人形とかあったとか、今壁になってるじゃないですか。あそこになんか日本っぽいの書いて、ここで写真撮ってくださいみたいなの作ったら、みんなそこで撮りません？そうっすね。海外の方。そうっすね。それはいいかも。富士山やるか。あ、富士山いいね。私がそのユーリンアンの壁に絵を描いたらいいんじゃないですかって村井さんに言ったら、まあ、ちょっと乗り気でして、富士山とか描こうかなみたいなことを言ってて、斉藤直樹先生にお願いしよっかなみたいな。またあの人軽く言うでしょ。はい、ね、軽く言ってるけども、はい、なんか真剣な仕事モードみたいになって、そう、仕事モードになっちゃってでもなんかそれ聞いてて、村井さん忙しいから、あ、村井さんユーリンアンの壁になんか絵描きたがってるな、斉藤先生にお願いしたがってるなっての我々やっぱ察知しまして、斉藤直樹先生にお願いしていました。そんな流れでできたんですね。そうなんですよ。ご連絡を出していただいて、ちゃんさんにお願いできる人じゃないからすいません、ありがとうございます。斉藤先生のファンの方々もすいません、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今回村井さんに仕掛けるドッキリは、自分の店舗に富士山のイラストが描かれているドッキリということでいいのかなもう斉藤先生ですからめちゃくちゃ喜びますよね。もう喜ぶどころかもう、はい、涙を流して、涙を流して、ワンチャン怒るとかない、はい、いや、もうないです。ないです。全くないです。全くないです。もう斉藤、だってもう本当に先生 いらっしゃらなかったからあれですけど、我々の前で、いや、本当斉藤先生描いてほしいなみたいな、本気のやつですね。本気のやつで、じゃあ、はい、本気で描いてください。あ、もうよろしくお願いいたします。なんで引き受けてくださったんですか壁に描いてくださいってこう言われたじゃないですか、はいはい、ちょっと断ろうかと思ったんですけど、はい、描いたことないから、ね、普通はそうですよね。壁に描いたことないから、はい、嫌だなと思ったんだけど、はい、なんか試されてるような気がする。そんな、別荘もない、ちょっとなんかここで断ったら、はい、なんか男じゃねえかなっていうそこまでそっけなので、はい、初めてですけどね、頑張って描いていこうと思います。ありがとうございます。もう描いちゃってるんですよ、はい、そうですね、うん、実はもうお昼から先生には描いていただいておりまして、うん、初めて本当に先生も描かれるとのことで、どれくらいかかるか分かんないですよね、お時間が。そうなんですよね。今下書き描いた段階なんです。下書きの段階でもううまい、もう斉藤先生ワールドだから。分かりますね、うん、これはもう完成した暁にはここでもう、あ、そうですね、ドラに持ってぜひ写真撮ってみたいな。絶対もう撮っていい、ね、ね、うん、ということで、じゃあ先生にはもう早速この辺もブルーシート敷かれて、段、ね、ボールとかがあって、はい、でも画材を、うん、絵の具が用意されてて、はい、スケジュール的には村井さんはもう絶対ユーリンアンには来ないことになってるんで、はい、書き上げていただいてマックス村を呼び寄せて、ね、でも発表する。うわー、ドキドキ。でもどういうリアクションするのかね、まあ、普通だったら怒りますけどねまあね普通俺らがただただ落書きしただけだったら怒るけど、うん、斉藤先生ですよ。絵見て気づくかもしれない。いや、気づくね、はい、俺らじゃ描けないですからね、もうちょっと気づいてほしい、はい、そう、気づいてほしいですねということで、こういった先生をお迎えして、そういうドッキリをマックス村井に仕掛けていきましょう。準備が整いましたので、先生に、描いていただきたいと思います。描いていきます。はい、斉藤先生のチャンネルで、もう描いてる様子、しっかりと描いてる様子が上がっておりますので、そちら概要欄のリンクから斉藤先生のチャンネル、ぜひともご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあ先生、じゃあ描き始めよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、先生、普段そもそも絵の具使うんですか？昔使ったことがあるぐらいですね。大学の時に絵の具を使う課題っていうのがすごいあって、はい、でその時に結構使ってたんですけど、はい、それ以来全然使ってないです。プロになられてからデジタルってことですよね。そうです、そうです。なんか絵の具の方がいいみたいなのとかないんですか？絵の具の良さはあります、はいはい、あるけど、仕事としてそのイラストを描いていく上で、はい、もう全然効率的でもないので、はい、まあ使わないですね。たまに使わなきゃいけないことがあって、なんかそういう時にたまに使うと、はい、ちょっと楽しいなとか、やっぱなんか直接塗るのがいいなとか、はい、そういう風にはなるんですけど、はいはいはい、
クメンタリーみたいですね。いや俺もねずっと思ってた、ねね、ずっと思ってた、追いかけてるみたいですね斉藤先生。ドキュメンタリーで一本撮りてえなって思ってた。こんな感じなのかな、一本撮りてえんだ。わあドキドキすんな最初。おお、本当に塗るのか、ここに。この真っ白なために塗るんか。いくぞ。新鮮ですね。いくぞ。おー、すげえ、ね。最初は慎重に。すげえ。あーでも気持ちいいなこれ。もう真っ白の壁になんか色塗るっていう。いや本当にやったことないですよこれ。すいません、我々の依頼をありがとうございます。いや超楽しいです。おー、俺いていいの？じゃあ大丈夫、一旦解散するか。一旦そうですね、ちょっと ね、お邪魔になってしまうと申し訳ないんで、そうですね、一旦退散して、はい、ちょっとお時間立ったら戻ってきましょうか。そうですね。そうですね。先生ちょっとお邪魔になるともう申し訳ないので、はい、一旦はけさせていただきます、はい。じゃあまた、はい、ちょっと立ったら来てください。そうですね。また参ります、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでフェスさん、はい、2時間ぐらい経ちました。どうなってるのかじゃあ皆さんにご覧入れましょう。はい。それではどうぞ。ダーン。すげえ。すげえ。あ、先生。進んでる。ありがとうございます。進んでる。結構塗るの楽しいですね。楽しいですか。楽しいです。すげえ。綺麗だなー、うん。富士山の色は結構ね、なんかパキッとね。そうですね。そうですね。先生これ夜通しやられるんですか。夜通しやります。夜通し。すげえ。店が始まるまでね。あ、なるほどね。で、始まったら撤収されてるとか、ね。そうですね。ありがとうございます。ということで、先生の作業邪魔になっちゃうから、はい、じゃあ履けますか。我々は、はい、一旦一旦、じゃあ履けさせていただきます。楽しみ、はい、引き続きよろしくお願いします。いやもう楽しみです。これすごいっすよね。もう見てる、フェスタモーション見てる、はい、すげー、ありがとうございます。え、もうあの後貫徹というかもう朝まで二徹ですよ。二徹年が限界です。先生は年がお疲れ様でございます。ありがとうございます。年と引き換えに書きます。年と引き換えに、いやすげー、これは絶対村井さん喜んでくれる。喜ぶでしょ、これは喜ぶ。怒ったりしないんですか。え、こんな素敵なイラスト見て怒るさんっていないと思うんですか。いないいないない、はい、絶対喜んでくれると思うんで、じゃあちょっとこの後村井さん呼んで目隠しとかさせて、そうですね、立たせましょう、はい、はい、みたいな感じでちょっと発表しますんで、はい、先生にちょっと一旦裏に隠れていただいてお呼びするんで、そのタイミングでちょっと出ていただければと思います、はい、マックスも呼んでネタバレし発表したいと思います。さあ行くぞ。はい、ということで総長に呼び出されたマックスさんから、お前うちのユリアンじゃ何する気だ。いや、もう何でそんな切れてんだよ。何もしてないんですけど、ちょっと見せたいものがあって、本日はユリアンにお越しいただきました。村井さんには今から目隠し的、まあ、自分で目隠し的なちょっとしてもらって、なんでだよ。ちょっと目隠し的な、なんでセルフで目隠ししないといけないんだ。ちょっと店舗の中に入っていただきたいと思います。目隠しお願いします。セルフはい、オッケー。足元気をつけてください。足元気をつけろってなんだ。なんかちょっと待って、なんかだよ。で、はい、もう目隠ししただけ平行感覚取れてないよ。はいはいはい、止まって。カウントする？はい、それでは。待って、なんだ。待って、なんだ。やめろ。心の準備はよろしいですか？はい、よし、3、2、1で撮って、おいおいおい、そして目を開けてください。いきますよ、3、2、1、どうぞ。
これたちな、え、すげえんだけど、いやちょっと待って、その反応となんか思い浮かんでそうな、はい、チャンネル、はい、マックスのチャンネル、はい、出たことがあるあるあるとしてあるとしておお、来たかったお名前を心当たりあるかちょっとお名前教えてほしい。これはでもほとんど、はい、決まりじゃねえか、はい、迷ったりとかする余地もなくね、はい、でも外れてたら失礼だよ。毎回これなんだよ。毎回これなんだよ。そう。斉藤直樹。それでは、お願いします。え？こんにちは。え？こんにちは。おはようございます。あ、すげえ、キャタツモ連れてきた。そこで、え、ロボットやってます。すげえ。こちらのイラストは斉藤直樹先生に描いていただきました。すげえ、すごい。皆さん覚えてるかわかんないけど、はい、裏話アフタートークの中で、はい、ユーリンヤのね、壁開いてるんだったら絵描いちゃうみたいなやつだって言ったと思うんですよ。覚えてない。覚えて、まあ動画で見返してもらって言ってるんですよ。見返す動画もある。あるわ、ちゃんとある。で、村井さんは富士山でも描くかと言ってるんですよ。で、マジで斉藤先生とか描いてくんねえかなって。え、ほんとに。そしたら動画であるよ。あ、そうよ。そう、なので、先生にオファーしちゃいました。うわ受けました。受けたの。受けました。受けたんです。ありがとうございます。受けてください。ありがとうございます。確認ですけど、はい、怒ったりとかしてます。全く怒ってません。全く。よかった。もう無事は。いや、それはね、ね、怖かった。もう、今のすぐにでも、サインとか書いてます。そうですね、あとで書いてます。いや、で、絵っていうか、めっちゃすごい、すごい、でか。お忙しいですよね。まあ、忙しかったですけど、はい、いや、書きたかったんで。うわー、すげえ。わー、ありがとうございます。まあまあ、受けちゃダメだったわけですよ。まあまあ、やばい仕事だと思いますよ、これ。え、めっちゃすごくないですか？なんか細かいところ説明する。説明して、はい、はい、お願いします。いや、まずね、はい、このバッグが、結構でかいドラ焼きになってるんですよ、ね。あ、ここにドラ焼きの、そう、下があって、生地がここまで来てる。そう、で、この上に、このかぶさってるドラ焼きがあんまり見えないんですけど、ある。で、こういうドラ焼きがあって、そのドラ焼きの上に富士山が乗ってるみたいな。おぉ、すげぇ。天下、ドラ焼きで天下を。ドラ焼きで天下を取る。これ赤いのはイチゴと太陽がもしかして。あ、え、まさか。おぉ日の出のよ。日の出。すごい、なんか日の出とイチゴの断面が一瞬重なりました。はい、なんかめでたいもの尽くしな気がする。あと、このドラ焼きくんがね、バーってこう出てるんだけど。はい、ドラ焼きくんって言うんですか？ドラ焼きくんたちが。出てきてるんだけど、ちょっと勢いよく飛び出すぎて飛ばないように頭を押さえて。あ、すげえかわいい。めっちゃかわいい。で、女の子はユーリンにおすすめの飲み物をね、持ってます。あ、すげえかわいい。富士山といえば、このなんか富岳36系じゃないですけど、これ波ですか？あ、波ですね。ザッパーンと、はい、もうドーンと出てきたような、ドラキの中からドバーンと出てきたような、特撮映画みたいになってるじゃないですか。富士山のこの
細かいとこも可愛いですね。うわすごっ、日本といえばみたいな感じで。あ、すごい散りばめられてる。え、めちゃくちゃすげえ。え、超日本。もうたくさんの人にここに写真撮ってほしい、ね、写真撮ってほしいですよね、うん、写真撮ってほしい、ね、ドライクとドリンク持ってね。もうお母さん大丈夫疲れました、だいぶ疲れました。はい、でもなんか喜んでいただけてすごい疲れが吹っ飛びました。うわすごい、ありがとうございます。すごい先生ありがとうございます。怒られたらどうしよう。いやすいません、ごめんなさい、改めまして、はい、てってねー。あーおっせーおっせー、だいぶおっせー。次は店の壁に富士山の絵描いちゃうドッキリということでございました。グイグイに拍手した大成功ですね。いやめちゃくちゃすごいっすよただのハッピー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 。この制作過程というか、はい、先生が書いてらっしゃる過程は先生のチャンネルで、はい、見れるのそれ。見れます、概要欄のリンクあります。先生のチャンネルもよろしくお願いいたします。そして入院案で、ね、先ほど村井さんがおっしゃったように、商品購入いただいてこちらの前で写真ねぜひどんどん撮っていただいて、でインスタとか X とかでどんどんポストしていただいて、はい、拡散していただければと思います。はい、お願いします。見えない明日を見に行こう。ということで、この動画良かったです。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。ユーリーアンもよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。せっかくなのでステッカーを作らせていただきました。先着1000名様、ユーリーアン本店で購入いただいた方、1個プレゼントします。ぜひとも受け取ってください。